続いての情報です。はい、続いてはですね、ブロガーさんめっさうまいわのコーナーなんですけれども、今回はどんなお店を紹介してくれるんでしょうか。ブロガーさんめっさうまいわ。どうもこんにちは、武田バーベキューです。いやー、いいお天気、秋晴れ、これぞね、秋のバーベキューシーズンにもってこいの天気なんですけども、秋といえばやっぱりお魚とか焼き始める季節じゃないですか。でもあれ焼いてね、皮がベロンとなったりしません？そんな時はですね、網に少しお酢を塗ってください。そうすることによってすごく綺麗に皮が焼けますんで、バーベ、さあ決まりました。さあというわけで始まりました、ブロガーさんめっさうまいわ。このコーナーですね、大阪のグルメブロガーさんがおすすめするお店に私武田バーベキューが訪れ、そのお店の美味しさを紹介するというコーナーとなっております。さあ今回も、お店ご紹介いただいております。今回はですね、ブーさんの満腹日記さん高槻のお店を2軒ご紹介いただいておりますので、早速調査に行ってきたいと思います。行ってきます。まず1軒目は高槻市芥川町にありますマサラ食堂。お店は JR 高槻駅北側にあり、店内はカウンターのみで、7月にお店をオープンしたばかり。スパイスたっぷりなカレーは絶品です。今回はおすすめのメニュー3種カレーをいただきます。さあマサラ食堂さんのこちら3種カレーなんですけども、このね、匂いがもう香りがすごくいいんですよ。こちらからですね、マサラカレーですね、こちらが、そしてこちらがフィッシュカレー、サバカレーですよね、これがね、でそしてこちらが野菜カレー、マサラカレーから行かせていただきたいと思います。ね、この美味しそうなターメリックライスと一緒にいただいてみたいと思います。いただきます。あ、辛いけどめっちゃ美味しいです。これあの、このターメリックライスとね、あ、ほんまに辛いですねターメリックライスがすごく進むんですけど、本当に美味しい。このチキンの感じがめちゃめちゃ合ってて、これ美味しいですね。この濃厚な味わいが僕好きですね。さあ続いてこちらのフィッシュカレー、これもね、うわ、サバがすごいホロホロ柔らかなってますね。これもね、ここにこうご飯と一緒にいただきます。うわ、口の中でね、サバの風味がファッと広がって、めっちゃサバも柔らかいんですよ。これは美味しい。こちら最後に野菜カレーですね。彩りがいいですよね。うわ、スプーンが彩り鮮やか。いただきます。うん、これね、野菜がやっぱいっぱい入ってるんで、味わいがね、優しいんですよ。このかな甘みもあって、この辛いのから、そしてこのフィッシュのね、サバの美味しい味わいがある、そしてこちらの優しいね、野菜の味わいが楽しめるこの3種カレー、ぜひともね、この路地裏入ったマサラ食堂さん、ぜひとも食べに来てください。これは美味しい。もう一回辛いの行ってみよう。癖になる辛さ。うん、うん、美味しい。そしてもう一軒、高槻市南平台にありますメゾンドフレイズ。看板もなく、あまり目立たない穴場スイーツのお店。生菓子、焼き菓子、種類は少ないものの、お菓子教室も開催するオーナーのケーキは間違いなし。店内で食べることもでき、ゆったりとスイーツを楽しめるお店です。今回はショコラオランジュを紹介します。このね、チョコケーキ、これめちゃめちゃ可愛いんですよ。もう美味しそう。ね、この断面、これめちゃめちゃ綺麗ですけども、ちょっといかせていただきます。
しそうですね。あ、いいですね。ちょっとこの端っこをね、こんな感じで、美味しそうですね。いただきます。これはめっさうまいです。このね、口に入れた瞬間チョコの甘みがふわっと広がるんですけども、そこへね、この断面見てもらっても分かると思うんですけども、オレンジの風味がね、ふわっと広がるんですよ。それが何とも言えない、めちゃめちゃ美味しいです。そしてもちろんこのケーキも美味しいんですけども、こちらこのセットで注文できるコーヒーもあるんですけども、これがね、非常に香りが高いんですよ。もうすごいいい香りします。ちょっといただいてみます。うわー、美味しそう。あ、めちゃめちゃケーキと合います。この程よいビターな感じがこの甘いチョコレートのケーキと非常によく合います。いや、本当に美味しい。こちら高槻のメゾンドフレイズさん、ぜひこちら来てですね、お土産にもいいですし、イートインもできますので、こちらのショコラオランジュ、そしてできればコーヒーもぜひ楽しみに食べに来てください。おいしい。いやー、めっさうまかった。まず1軒目に訪れたマサラ食堂さん、あのね、スパイシーなカレーもちろんおいしいんですけども、日本全国世界各国のクラフトビールもね、ずらっと取り揃えておりますので、そちらの方とね、カレーを一緒に楽しむっていうのもぜひともやってみてください。そして2軒目に訪れたメゾンドフレイズさん、僕がねおすすめするのはクグロフなんですよ。なんと季節によってですね、入る食材も変わってきますので、今の時期でしたら直炊きの渋皮栗のクグロフなんかがとても美味しいので、ぜひそちらの方も楽しみに行ってみてください。さあ、今回ご紹介した2軒のお店はですね、シティライフのホームページか、プーさんの満腹日記さんのブログ、もしくは武田バーベキューのブログに詳しく載っておりますので、そちらの方チェックしてみてください。いやー、今回も本当にめっさうまかったな。いやー、めっさ美味しそうでしたね。あの、でもカレー屋さんちょっと入りにくいですけどね。入りにくいでもお家みたいな、そう、うん、いいのかなっていう感じなんですけど、うん、入ってみると本格的な。でね、分かりにくいらしいですって、でもスタッフさん曰く、あの辺近づいてきたらなんか香辛料の匂いがするから、あ、頼りで言ってくれと。高槻ではない匂いがするんですね。なるほど、目印は香りということですね。3種のカレーをね、武田君食べてましたけれども、好き、ああいうの好き、いろいろつけながら食べる、ね、でもあの茶色いのが結構辛かったり、うん、茶色いのってねチキンのやつね。いや、もうチキンって分からんぐらい、ね、もうグタグタになってるんですけど、うん、ね、あれが気になりました、ね、そしてお米もちゃんと本場のお米でね、美味しそうでしたけどね。それを3種類ちょこちょこ味わえるっていうのがやっぱり女心をくすぐるというね、感じです。そしてもう1軒目が、はい、あちらもね、一軒普通の住宅ですよね、うん、そうなんですよ。両方ちょっとなんかね、入りにくい感じのところなんですけども、でも入ってみるとおしゃれな、まさかの武田やらかしちゃったね。あのケーキのチュンチュン中断でチュン、わかりますか、こうでしょ、こうありますよね、うんうん、こう切れっちゅうのはしょっぱらできたわこう切りなさい、これ、ね、こうでしょ、こうなんですよ。ではまさかのそちらのお店のクグロフですよ。もうごめんなさい、酔っ払っていいで、どんどんいきますよ。キャラメルとイチジク、これ期間によっていろいろ違うんでしょう、はい、クグロフ、いただきます。そういうことですよ、武田君、ギャンって切るんですよ、うんうん、あっさり、でもしっとり、イチジクのつぶつぶがワインに合いそうですいやいや、もう今日は飲んだくれてますよ、本当にもう合いすぎる。本当ですか、今日はワインに合うっていう回なんですかね、うんうん、全ての食べ物が。いや だからね、僕武田君見て思ったんですけど、やっぱりね、男子はスイーツ似合わないんですよ。やっぱ女子が食べる方がいいから、うん、だから、ね、僕はもうモザイクかけといて量じゃこれぐらいの
トってもうありかと思いました、うん、武田君。これでいいんですか。これぐらいです。はい、うん。あ、いいじゃないですか。あ、しっとりしてて、ほんと美味しいな。食感が。うん、イチジクがね、うん、本当にいいアクセントになってますね。うん、これは、だから、今はイチジクなんでしょ？はい。で、これから栗のシーズンに入るそうですよ。うん、これもいい。いいでしょうね。お持たせで絶対喜ばれますよね。うん、あ、これを食べながらの、うん。そうです。ありがとうございます。これです。うん、あー、いいですね。何回乾杯してんねん。本当に美味しいですよ。あー、探せばいろいろあるもんですよね。さすがグルメブロガーさんでございました。はい、ありがとうございました。